どうも、スバです。こんにちは、ハイジーです。お久しぶりです。今日はですね、はい、ハイジーさんに健康的なラーメンを食べさせてくださいということで、はいはい、もちろんです。かれこれ2時間かかってきたラーメンなんで、すいません、すっごい楽しみなんですけど。腹ペコですよね。ちょっと治ります。完璧なツルツルになりますから。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。匂いがしょっぱい。ハイジーさんの顎も大概しょっぱそうですけど。顎しょっぱくないよ。ハイジーさん、はい、何頼んだんですか。僕は特製ラーメンの背脂多め、はい、しかも煮卵トッピングしました。はい、ありがとうございます。相当久しぶり。20代の頃にしたイメージです、最初。はい、ありがとうございます。これやこれ。僕が注文したのがこちら。ネギ大盛りにしたらもう山のようになってて、油のプールにネギが浮いてるっていうね。これはすごいぞ。プル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 しても。スープどこや、どこや。スープ、スープいただいてます。いただきます。スープ、あー、めっちゃスープにね、背脂の心地いいね、食感があるんですよ。もう具ですよ、背脂って、ね、一つの。うん、うわうわ、ガツンってくるっていうのこれですね。男、男ラーメンって感じ、ね、これよ。うん、美味しい。このラーメン今ないっすよね。ない。このおぼっつい濃い醤油のスープが背脂とニンニクが合わさってめちゃめちゃマイルドになって辛くないんですよ。背脂が甘い。背脂の甘みで麺とかのしょっぱさをマイルドにしてる感じしますけども、うん、すげえ。これはやばいぞ。もう脂だらけ。そう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 。うわ、細麺なのにこんなにガツンとかもかっこいいですよね。なんか小柄なのに喧嘩強い人みたいな感じで。かっこよくないですかこれ。チャーシューにもこんだけ背脂あって、チャーシューにもちゃんと脂身がありますからね。ダブル脂になってます、うん、でこのめっちゃうまい。とにかくうまいですね、本当に。チャーシューの縁の部分はもう背脂と区別つかないくらいのトロトロ感じですからね。もう多分戻ろうとしてるんですよ。そっか、一緒に溶けていきますね。そうね。めっちゃうまい。ほんとうまいな、これ。油の海に沈んでるこのチャーシュー、ね、これもさらにまた油なんですよ。うわこれは強烈やな。もう溶けちゃう、溶けちゃう。このスープに一回絡めた時の黄身の色味、うまそうでしょ。チャーシューがっつり味付いてますね。器の中の選手みんなフォワードですから。ディフェンスがおらん。全部パワーフォワード。そしてそしてこの卵割っちゃおう。お、半熟卵じゃないですか。ここに背脂を埋めて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 好きだな。埋めて埋めてこの状態でいただきます。背脂卵。そもそも濃いのに卵の黄身の感じも、うん、もっと濃くしちゃうんだよね。卵の白身ってちょっと寂しい感じがするじゃないですか。ラーメンが濃すぎて卵の白身が心地いい、うん、心地よい、うん、ちょうど良くなってる。そうですね。最後はもうすごいよ、うん、スープと同化してるね。チャーシューいただきます。めっちゃうまい。ごちそうさまでした。これが男だ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ハイジさん、その後ろ立ったらあかん。なんでですか。これがいるでしょう。これ、え、遠近法。あ、遠近、そう、関係な、どこ気にしてるんですか。肌、あれツルツルになるって言いましたよね。今肌ちょっとまだ着てないけども、明日は大丈夫だから。明日見てちゃんと結果を。だってガブ飲みしたじゃん最後。あれ多分効いてるから。肌がすごいツルツルになるんで、はい、コラーゲン取りたかったらね、いいと思います。ここに来てみてください。はい、どうも柴です。どうもハイジです。今日はなんかハイジーさんがここの1000円ガチャがめっちゃいいのあるから、はい、これ1000円ガチャして、はい、あの売りに行ったら儲かるよって言ってたんで。そんなこと言ってないよ。
売りに行ったら儲かるやは言ってないですけどもここは普段の1000円自販機よりも高級志向なんですって。いいのが出やすいんですってビッグボックスって言って。ほうほうほう。なのでおすすめだということをお伝えしました。はい、ということでね、僕は今から、ね、今日の交通費全部ね、はい、ここで稼ぎたいと思います。なるほど、新幹線代できますからね、はい、何狙います？ぶっちゃけね、はい、あんま欲しいもんがない。いやちょっと待って、ちょっと待って、はい、どうしました？九島さん早くやりましょうよ。ちょっと待って、やるならやりましょう早く。はい、見てください、はい、これ映していいんですか？ちょっと何やってんすか？お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰りましょう。セブンイレブンがある。はい、セブンイレブンありますから。どうします？すいません、はい、セブンイレブン行ったらね、はい、両替は無理ですって言ってます。だからなんか買いなさいよ何かを。なんで両替し、両替だけは無理ですよ。そりゃあかんの東京。なんか買って、そうです、買って両替するんですよ。何でもいいから。それどこでもダメでしょ。